ですよね。僕これ該当する映像見つからなかったんですよ。いわゆるネバーアスクミーフォーエニシングネバーゲイン、つまりもう二度と私にそういうことを尋ねないでくださいみたいな言ってないですね。絶対言ってないんですよね。これね、明らかにしといた方がいいですよ。これね、すごくいわゆるそのインターネットミームじゃないですけど、キーワードとして桜井さんの画像によくこのキーワードが付けられてるんですよ。いわゆる僕は本当にあの T シャツやったから、いろんな写真に Don't ask me for a shit って書いてあるんですよ。それはもう自業自得というか、これ俺が言ったことやったことなんでしょうがないし、全然まあみんなが面白おかしく言ってる。この桜井さんは僕と同じ扱いでされてるのがこれあれなんですよ。ツイッターのプロフィールに、質問には受け付けられませんとは書いてあるんですよね。はい、まあそれをすんごいきつい言い方にするとそういうことになるのかもしれないですけど、まあ言ってはいないです。そうですね、はい、これは明確に実はしたかったんです。これ最初の頃はみんな分かってましたんですよ。言ってないのに書いてあって、でも元ネタが分かんなくなっていくんで、なんかそういうのもね、他の人が言いたいことを、自分の顔やアイコンなどでやるのはやめてほしいですね。冗談であっても、なんか自分の主義主張みたいなものを、人の力を使ってやろうとするのはやめてほしい。ああ、なるほど。いやでもそれは分かります。僕はまさに、僕よくそういう意味で言うと小野さんともがよく使われてたんですよ。まあしょうがないから、身から出たサビかなと思うんですIt's in my pockets. It's in my pudding. There's money everywhere. And I will use all that money to do many things that I would like to do, having produced zero jobs or anything of value for my entire adult life. During my childhood, perhaps I produced something. When I was a small child, I made poop. But since then, I have done nothing useful. And now I will take all your money and I will throw it at the sun. I hate the sun. It's very mean.